皆さんこんにちは。セパル修道会の山内神父です。カトリック入門も30数回になりましたけれども、今日は、十字架について一緒に考えてみたいと思います。教会を探すときに一つの目印になるのは十字架だと思います。で、十字架の印、例えば地図にあったりすると、それを目安にして教会はどこかなと言いながら、こう十字教会を探したりいたします。また街の中を歩いていますと、最近若い人たちがよく十字架をアクセサリーにしたりしています。あるシスターから聞いたんですけれども、シスターたちはよくこの十字架の、なんていうか、こう十字架をこうつけてるんですけれども、それはそれぞれの修道会の一つの色合い、カラーを持ってるんですけれども、ある方が、あのシスターが身につけている十字架を欲しいんですけれども、サンパウロに行ってますかと、そんなふうに聞かれたことがあります。シスターたちが身につけている十字架は、それぞれの会のカリスマとか、いろんなこのメッセージを持っているので、これは一般には売られておりません。その修道に入って誓願を立てていけば十字架をいただくことができますけれども、そういう意味でもこの十字架というのは、最近ではちょっとアクセサリーになったりする部分もあるということで、十字架の意味について考える必要はあるかと思います。イエス・キリストは十字架で亡くなっていきますけれども、それは贖いの道具として十字架は使われていきました。そこにはこの死とか苦しみ、そして地をイメージするものがあります。そうやってキリストが十字架につけられることによって、同時にそこには人類に救いの希望がもたらされたものも入っています。十字架は侮辱的な、恥辱的なものを表すだけではなく、栄光の印にもなっていくものになっていきました。そういう意味でイエス・キリストの十字架というのは、恥ずかしめもあるし、そしてまたそこには栄光へと導かれている姿も込められています。もともと十字架はつまずきのシンボルでもありました。パウロの言葉を引用するととても分かりやすいと思います。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるが、それはユダヤ人にとってはつまずきであり、異邦人にとっては愚かなものであると、そういうふうに言います。パウロの時代に十字架は奴隷に課せられたもので、ただ単に残酷だけではなくて、非常にこう侮辱の対象でもありました。ユダヤ人に対してはこの受刑者が神の呪いの印として十字架が使われたりします。申命記21章の中には、木に吊るされたものは呪われたものであるという、そういう言葉があるように、十字架は本当にこう呪い、侮辱の対象でもありました。また十字架刑は非常にこう極刑というか、とてもこう厳しい印でした。ゴルゴタの十字架のもとに居合わせた人々は、イエスを嘲笑しながら、十字架から降りてみようという、そういう言葉さえ言っていきます。イエスにとってはこの十字架につけられるというのは大きな侮辱であり、またそこには本当に深い悲しみもありました。しかしそれは救いの印になっていきます。パウロの言葉を黙想していくと、その十字架の意味がよく分かってきます。パウロがこんな言葉を書いています。十字架の教えは滅びてしまう人にとっては愚かしいことですが、救いの道を歩いている私たちにとっては
神の力です。こういうふうに第一コリントの一章の中で語っていきます。さらにパウロは続けて、ユダヤ人であれギリシャ人であれ、召された者にとっては神の力、神の知恵であるキリストなのです。神の愚かさは人間より賢く、神の弱さは人間より強いからです、と、そういうふうに言います。私たちにとって十字架は本当にこう惨めな厳しいものですけれども、しかしそれをキリストは救いに変えていく。そういう意味で本当にこの十字架を見つめていくと、私たちにはいろんなメッセージが込められているものです。パウロのフィリピ書はそのことをよく表しています。死に至るまで、十字架の死に至るまで、へりくだって従う者となられました、とパウロは書いています。ここにはイエス・キリストが十字架を通して本当に苦しみながらも最終的に救いをもたらしていく、そういう意味を持っています。十字架のそのものの歴史をちょっと振り返ってみましょう。ローマ帝国の処刑の方法の一つだったと言われます。聖パウロはこの斬首刑、首を切られる刑だったんですけれども、しかしパウロはローマの市民権を持っていたので、首を切られる形だった。しかしイエスは奴隷のような形で、一番惨めな形で十字架につけられていきます。パウロよりも重い十字架の刑でした。十字架の印というのは、迫害時代にはこのあまり用いられることはありませんでした。十字架があるとなると、初代教会にはこの、そこにキリスト者たちがいるということで、あまりこう使われることがなかった。4世紀になって迫害の時代が終わり、教会に平和が訪れます。その時に勝利とか救いの印として十字架が公に使われるようになっていきます。キリストの受難とし、贖いの印であった十字架は、まさに神の力、救いの勝利、復活の栄光へと変えられていきます。自由な社会の中にあって、このキリストの十字架の本当の意味が示されていく形になっていきました。7世紀から8世紀になってくると、この十字架に受難のキリスト像がこう入ってくるようになってきます。特にローマの教会を中心とした西方教会では、このキリストのコルプス、キリスト像がこう入った十字架が描かれるようになっていきました。それが中世紀になってくると、だんだんそれがこう強くなっていって、とてもこう厳しい感じ、茨の冠とか血みどろになっているイエスの像とか、そういう形で表現されていきます。まあ、本来のこの復活の勝利とか、この神の力を示す十字架像というのが少しこう消えていくようなものでした。第二バチカン公会議、今から約50年ぐらい前ですけれども、その時に天礼刷新が行われ、古代の十字架像が再びこう脚光を浴びるようになっていきます。そこで復活したキリストとか、王であるキリスト、こういうキリストの十字架像が描かれるようになっていきました。まあ、そういう意味で受難と死、そしてまたこのキリスト像の歴史、これを考えてみると、とても興味深いものです。まあ、もちろん今の時代でも、キリストのこの苦しむ姿の十字架像もありますけれども、同時に復活したキリスト像もあるということも、また面白い時代だなと思います。まあ、十字架の形っていうのは、国によって、またいろんな地域によっていろいろとこう違ってくるものです。サンパウロが出しているイラストで知る、このカトリック教会生活というのがあります。
この本の22ページから23ページのところに、こういうふうにたくさんの十字架のシンボルが描かれています。ちょっと全部を説明するのは難しいんですけれども、この中で例えばラテン式十字架というのがあります。一番オーソドックスなこちらの形です。このラテン式十字架というのは、両腕を横に広げたで立つ、キリストの姿、そしてまたここには受難の象徴としてのキリストが描かれたりします。またギリシャ式十字架というのはちょうどこちらの T の形のものです。これは縦と横がその中心で、正方形、そしてまた栄光勝利の表徴としてのそういう姿があります。このギリシャの十字架、こちらの方ですね、もしくはこちらの、縦と横のこういうものです。こういうふうに正方形の形になっているギリシャ式のものです。また、エジプト式のもの、 T 型のものというのがこちらの方ですね。これはアルファベットの T の形をしていて、受難の象徴を示すようなものです。こういうふうに、単に十字架といってもいろんな形の十字架があるし、とても興味深いものです。余談になるんですけれども、アイルランドで半年間住んだ時にはこの、ケルトの十字架というのがよくありました。古い教会のところに行きますと、このケルトの十字架があって、そこにいろんなキリストの生涯とか創造の物語とかいろんなものがこの十字架の中に描かれていて、本当にこうカテキズムというか要領を示していく、そういう内容も入ってるんだなと思いました。そんなふうに十字架の方というのはいろんな国とか地域によってこう違ってくるところもありますので、それも本当に面白いと思います。あと十字架の印として、大体カトリック教会の場合には父と子と、そして左右とあるんですけれども、もともと東方教会の方ではその反対といいますか、父と子と、そして右の方から左の方へと、こういうふうにしていきます。13世紀まで大体このカトリック教会の方、西方教会もこの東方教会に習っていたと言われます。大体このカトリック教会の今のようなこうして左から右へ来るのは大体14世紀頃からだと言われます。そういう意味で、私たちはいつも左から右に慣れてますけれども、もともとは右から左だったのではないかなと言われます。こういうふうにちょっと西方教会とカトリック教会若干違うところはあるんですけれども、この父と子と聖霊の三位一体の神への信仰告白を示す意味で、この十字架の印というのはそういう信仰告白を意味している部分も感じ取っていくといいのかなと思います。あと十字架の印として、ミサの時によく福音の朗読にこの十字架の印が使われます。助祭あるいは司祭がこう福音で、まずこの例えばこの聖書としますと、親指で福音書に十字架の印をします。そしてその後この同じ親指で自分の指でまず額に十字架、そして口、そして胸に小さな十字架の印をします。この印っていうのはなんとなくこう旗から見るとおまじないのような感じがするんですけれども、ここにもちゃんと意味があって、キリストの言葉を、この福音を、私たちがこの知性を持って、額をこう印をする、知性を持って、そしてよく理解し、そしてこの口のところに十字架をするときには口で人々に述べ伝え、
そして心に刻んで生きることができるようにという、そういう意味を持っています。まあ、こういうこの十字架のこの印というのは、だいたい9世紀頃から始まったと言われます。まあ、そういう意味でもこのミサの時に行われるこのこう額、そして口、そして胸のこの十字架、そういったものも十字架の意味合いが込められていること、これを考えていくといいかもしれません。まあ、今日は十字架のことについて考えてみましたけれども、皆さんにとって何かヒントになればいいなと思います。また皆さんにお会いするのを楽しみにしております。自分が持っているもので友達に自慢できるものは何ですか。自分が持っているもので自慢できるものというと、そうですね、私はまあ変な趣味っていうか、あちこちに旅行した時に、例えば山に登った時に山の一番頂上の小さな石を集める趣味を持っています。例えば北アルプスの槍ヶ岳に登った時には槍ヶ岳の頂上の石、シナイ山に登った時にはシナイ山の小さな石で、アイルランドの、セイパトリックの山に登った時にはセイパトリックの山の石、そしてあと他の、例えばどっか南米に行った時にはその南米の火山のところの小さな石、足地であれば足地のところの小さな石、そういうものをちょっとコレクションしているものがあります。全部合わせると多分そうですね100個ぐらいになるかもしれません。だからまあ、考古学っていうか石のことを研究している人にとってはいろんなその山の頂上というかそういう石があるので、まあ、それを見て、あ、この石はどういうふうにできているか、そういうことを調査することもできるかなと思います。まあ、ちょっと変な趣味ですけれども、そういう、例えば百名山の山の頂上、その石を、まあ、結構集めております。